緊急事態です。緊急事態何ですか？日銀利上げ、はいはい、来ましたよ。 0.25% ね、ちょっと急遽ね取りますけど、やっぱり金利上がっちゃったなっていうところで、これはいろんなNISAだったり、うん、壁だったり、うん、あとは為替とかありますけど、うん、不動産への影響はいかがでしょう、はいはい、ちょっとその辺の話ね、これ皆さん気になっていると思いますから、はい、まあ、日銀が短期金利を 0.25% 上げちゃったっていう話なんですよね。これまあもちろん、ね、不動産投資への影響はありますね、うん、ありますか？あるからちょっとその辺の話していこうと思いますけど、この最近のトレンドというか動きを言うとですね、まず長期金利っていうのはもともと上がってたんですよね。で、まあ、世の中のいろんな資金調達している我々個人や法人の金利に影響あるので、特に短期金利って言われていて、この短期金利の方もついに、日銀が 0.25% 利上げしましたっていうのがこの7月に出ちゃったなということ で、この金利が上がったことをきっかけに、おそらくですけどね、これが一番の理由で株価を一回大暴落したっていう、1日で日経平均 12% ぐらい落ちましたからね。で、次の日バーンってね反転して、その後ちょっとどうなるかはまだこの収録時点では分かりませんけど、まあ株価も大暴落、仮想通貨も大暴落して、もう軒並み全部落ちたというような状況で、 SNS 界隈もうわーって阿鼻叫喚みたいになっているっていうのはね、今現状だと思いますけど、このじゃあ金利が上がることで、まあ、どんな影響があるかっていうところをね、ちょっと簡単に話していこうかなと思いますが、日銀が金利上げるっていうのはなんでなんですかって言ったら、まあ、一番の理由はおそらく、まあインフレを抑制しなきゃいけないと。インフレっていうのは物価の上昇ですよね。で、物価の上昇が必要すぎるから金利を上げてインフレを抑えたいっていうのが、まあ、一番分かりやすい日銀が望んでいることではあるのかなと思うんですね。で、ただ金利上げるとですね、経済がこう鈍化するっていうのをもう過去何度も繰り返しているわけ で、金利上げすぎると景気が悪くなって全体がまたこうやばくなるから、多分日銀総裁はそこを今めっちゃ懸念してて、ですごい悩みながら 0.25% 短期金利を上げざるを得なかったっていうようなことなんじゃないかなって、僕としては感覚はそういうふうに感じてますねというところですね。で、この日銀が金利を上げるっていうことは、当然民間の金融機関が個人や法人に貸し出している金利に影響があるわけですよね。少し遅れてこう反映が来ると。で、まあ住宅ローンは5年ルールとか 125% ルールっていうのがあって、すぐにドンって上がることってないんですけどね、そこはまああんま慌てることはないと思いますね、まずね。で、収益不動産とかを、まあ、私みたいにこう法人で銀行で貸していただいているとかっていうのは、固定金利って正直少ないと思うんですね、皆さん。私もそうですけど、やっぱ変動金利で借りているものが多いので、この変動金利で借りている資金について金利が上がってくるっていうのがね、今後はまあありますよね。ほぼそうなってくるかなと。まあ、ただ個人的に思っているのは、金利が多少上がった程度であればですね、今ぐらいの 0.25% の日銀が短期で上げたぐらいであれば、致命的な影響はそんなないかなって今のところ思ってますね。まあ、金利が例えばどうでしょう、 1% 台とかで借りてる方は今一等の場合多いかなと。で、高い人は 2% とか、まあ、3% 台のノンバンクで借りてる人もいますけど、まあ、大体この2% から 3% 後半ぐらいまでの調達金利の人が多くいると思います。で、まあ、これ、まあ、どう捉えるかなんですけど、金利が低い人ほど 0.何% とかね、 1% とかで借りてる人ほど、この、まあ、0.25% そのまま上がってくるか分かりませんけどね、まあ、でも 0.数% 上がったとしますね、金利が。この後その時の影響って、金利が低い人ほど影響がでかいですよね。元の数字が小さいから、金利が例えばじゃあ 0.2% 上がったら、0.8% の人が 1% になるのと、例えば 2% の人が 2.2% になるので、だいぶ影響度が違いますよね。だから負担の増加っていうのは、金利が低い人ほどまあ感じるだろうなっていうのは思いますよね。で、まあ僕ら収益不動産をやってる人間っていうのは、まあ、超すごい人は 0.何% ですけど、まあ、一般的に頑張ってる人でも 1% 台なんですよ。で、2% 台の人も普通ですから、まあ、そういう人たちにとってのこの金利上昇は、まあ、まだまだキャッシュフロー的には飲み込める範囲かなという気はするから、まあ、あんまり慌てなくていいかなと思いますね。まあ、楽町チャンネルさんもそんなことをちょっとおっしゃってましたけど、まあ、すぐバタバタ何かすることはないし、まあ、そもそもそういう金利上昇は想定して買ってるんで、もともと
なのでキャッシュフローはちゃんと出てますよね。で金利が上がったら確かにね、この返済が上がるからちょっとこうね、キャッシュ減るけど、まだまだちゃんと潤沢キャッシュ出るよねっていう物件を最初に買ってるから、想定内っていう意味では全然まだまだ想定内というところは明らかに言えるかなと思いますね。ただまあキャッシュフローがとはいえ減ってるから怖いじゃないですかって言われたらそうなんですよ。で金利が上がりまくってですね、ある程度余裕見てたキャッシュフローがなくなっちゃったらこれは怖いですよね。このリスクはあるけど、じゃあ今後金利どんくらい上がるんですかって言った時にですね、まあ、これも賛否両論あるんですけど、日銀のそもそもの利払いっていうのはもうめちゃくちゃ大変なことになってて、でちょっと改めてね、この話する前にちらっと見てたんですけど、550兆ぐらいは今当座預金があると、要するに、民間の金融機関からこう、ね、日銀がこうお金預かってて、でマイナス金利の時はね良かったですよね、民間の銀行から金利をもらってたからだからいいんですけど、今ついにこうプラスの金利 0.25% プラスになってきたってことは、日銀が今度利払いしなきゃいけなくなるわけですよ。当座預金が多くなるほど。でそれが 1% 上がっちゃったら年間で 5.5 兆とかね、利払いが増えるっていうことになるので、日銀がやばいんですよ、あんまり金利上げすぎると。だから今回日銀が金利 0.25% 上げましたけど、これが 0.5%、1%、2% ってどんどん上げていくのかって言った時に、日銀がね自分の要は利払いの負担が大きすぎるから、確かに 2% ぐらい上げちゃうと飛ぶんですよね、日銀って、っていうぐらいの計算ですよ。これもちょっと賛否両論あって、そんな単純計算じゃないってね、いう意見もあるのは承知してるんですけどね。ただ僕としては、まあ現実問題、日銀総裁がどう考えるかって言ったら、まあインフレもすごいから金利上げていかなきゃいけないっていう判断だし、今後もちょっと上がってくると思うんですけど、まだね。だけど、まあこれが際限なくね、2%、3%、5% 金利上げていくんですかって言ったら、まあ、日銀自体のちょっと今のその利払いの危うさというか危なさもあるし、明らかに景気が、ね、悪くなっちゃうから、金利をそんなにいたずらに上げるっていうことは現実的にないんじゃないかなとはもう思ってますね。でさらに自分たちが買う不動産投資っていうのは、金利が多少上がっても飲み込めるだけのキャッシュフローをちゃんと計算して買っていくわけですね。空室リスクとか金利上昇リスクを分かった上で物件を買う、これをちゃんと勉強して買ってる場合は、今回のこの金利上昇っていうのはまだまだそんなに、まあ、気にならないなと思ってますね。でただ今後も金利は上がってくる可能性は高いから、そこにもちろん注意が必要ですよねっていう、まあ、それぐらいの状況かなと思いますね。でただ、まあ、未来のことって分かりませんのでね、今回の日経平均 12% 暴落なんてね、あれ誰がその日に来るって分かったのって分かんないじゃないですか。で金利の上がる可能性も今後も高いと思いますけど、まあ分からないですよね、まだはっきり言って。で、まあ、年内にもう一回 0.25% ぐらいね上げてくる可能性はまああるかもしれませんが、毎年ずっとじゃあ上げていくんですかって言ったらさっきの理由で考えにくいし、ある程度のところまでしか上げられないと思うんで、まあ、そこまでの中でキャッシュフローがちゃんとね、しっかり取れる収支であれば、まあ、今でも物件はやっぱり買っていった方がいいよなっていうのは私としてはもう全く変わらないなっていうところですね。で金利が上がってくると今度、まあ、どういう展開があるかって言ったら、やっぱり調達金利が上がってくるってことは物が売れづらくなるし、不動産の価格ももしかしたら下がってくる可能性がありますね。まあ一旦今足元全然その感じないですけどね、今のところ全然下がってないですけど、まあ、金利が上がるほど不動産の価格も、まあ、下がってくる可能性は当然ありますよね。でそしたらどうですかって言ったら、これチャンスが来るって思った方がいいですね。今回その金利が上がるって発表で株が大暴落したり、ビットコインが大暴落してるけど、ここで悲鳴を上げているのか、静かにチャンスが来るかもってこう期待してる人かで、かなりもう分かれてて、明暗が分かれてるなと思ってて、でこれ不動産でも一緒で、この後大暴落したらどうしようって心配する気持ちはわかるけれども、まあ、そんなことは起こってからじゃないとわからないことでもあるんですよ。で起こった後にどう立ち回るかが重要で、不動産で言えばもう買うチャンスが、ね、今でも全然買っていくべきタイミングだけど、仮に下がっちゃったらその下がったところでまた買えるっていうふうに思っておいた方がいいなっていうのが結構僕の持論でして、今でもちゃんと収支計算して空室リスクとか金利上昇の余力をちゃんと見た上で数字が合えば、今の相場でも全然買っていくし、全然私土地仕込んでますし、でこれは皆さんにもちゃんと分析した上で大丈夫だったらやってもらえばいいと思うんですよ。でも逆にここで今買わないって判断するなら、まあ、それはもちろん一つですよね。で暴落するかもっていうなら、まあ、暴落する価格が下がるまでを待つっていうのも一つですけど、
下がってきた時にそこでちゃんと買うことですよね。でこれよくあるんですけど、いつでも今買える人は今より下がってくれた時は決断できる人なんですよね。今買ってるから。で下がっちゃったらね、今買ったのが高掴みだったかなっていう後悔は出ますけど、下がった時にここでまた決断できる人ですよね。今買ってるんだから。で一番怖いのは今買いませんと、でちょっと金利もどうなるか分かりませんと、不動産価格が暴落するかもしれませんっていうことでやりませんってこう今、ね、やらない判断をしたら、いざ暴落した時どうなると思いますかね。暴落したから今買うってなる人少ないんですよ。もっと下がるかもしれないから待とうって言ってまた先延ばしにするんですよ。もっと下がるから今はまだ早いんじゃないかって言って、まあ、何が言いたいかっていうと、その買わない理由見つける症候群みたいなのがあるので、一度この逃げ癖つくとですね、価格がたとえ下がったとしてもその時も決断できなくて、他の買わない理由見つけて、ね、もっと下がるかもとかね言っていつまでも決めらんないっていう人をもうね、これまで何度も見てきました。もうこの15年ぐらい不動産投資やってて、で僕が買ってきたタイミングでずっと不動産って高いって言われてます。15年前も今高いよ、ピークだよって言われててで、まあ、リーマンショックの時ですね、もう高いよって言われてて、そこから上がってきてですね、でコロナショックの時ももう今がやばいってなりましたよね。コロナでどうでしたか。全然下がらなかったですね。コロナで下がれどころか上がり続けたみたいな、まあ、今回も同じことなんか分かりませんよ。ただまあコロナの時は結果ね、何にも下がるどころか不動産上がり続けたみたいなことでしたよね。一瞬落ちたけどすぐ戻ったみたいなね、でそれ大暴騰したっていう感じだったじゃないです か。 だかそういうのもあるので、ずっと高い高い危ない危ないって言われてきてるっていうことですよね。なので、まあ、もう一度言うと、今自分の分析の中で納得がいくリスクが取れるんだったら、たとえ金利上昇リスクがあっても数字が合うなと、多少金利が上がっても飲み込めるなっていう、キャッシュフロー取れるなっていう、売却利益見込めるなっていう物件があれば、これはもう買った方がいいんじゃないかなって個人的には思ってますね。その後もし大暴落してっていうか、まあ、不動産価格が下がってきたとしたら、もちろんねいいタイミングで買わなかったな、高掴みしちゃったかなっていうところになるリスクはゼロじゃないですけど、そういう人はもう一度ちゃんと財務とかね準備したら、下がったところでまた買えますからね。そこでまた買えばいいんですよ。結局安い時も買うし、どの道いつ買ったって自分の投資の水準はクリアしてるわけですよね。物件選定条件とか数値の条件クリアしたものしか買わないんですから、という意味では自分の中のルールを条件を合格しているような物件があれば、基本的にはもう買っていく方がいいなと思ってます。ただまああまりにも適当に買えばいいってわけじゃもちろんないので、自分の中で条件決めて今は買わないっていう判断だったらね、これはもちろん一つですよね。金利上昇リスクを懸念してね、で不動産価格が下がるかもとかいうのを懸念して買わないのは一つですが、まあ、この時に注意しなきゃいけないのは、買わない理由を探すモードになってませんかっていうことです。で逆にこういう不景気な時とか、金利が上がってやばいとかね、株価大暴落、ね、不動産価格下がるかもって言われてる時に、下がった時にしっかりこう抜刀する準備ができてるっていう、そういう人は投資でうまくいく方なので、まあ、むしろチャンスが来るかもなと、金利が上がってくれたおかげでチャンス来るかもなっていう目線で僕は今見てますよね。でこの辺がちょっと目線が持ってない人だと、こういう悪い時に何もしたくなくなっちゃうんですよね。でみんなが盛り上がってる時に飛びつきたくなっちゃうっていう、でこれが負ける人のパターンですよ。株でも不動産でも高値掴みしてますね。それ高値掴みして、その後も食らっちゃって、で食らった後にもう一回買えるならリカバリーできるものが、高値掴みして食らっちゃったから撤退するとかね、やめちゃうっていう風になっちゃうんですよ、こういう人って。だからいつまでも動きがない。コロナショックの時もそうですよね。株価大暴落して、ここでみんな狼狽売りして積み立てに NISA やめちゃって、その後この上昇捉えられないっていう。でも慣れてる人っていうのは、ここで買っちゃったとしても食らっても下でまた買い増してるわけですよね。でまたこの上昇を取って、結局今お金がたくさん増えてるっていう状態ですから、まあ、今回ももちろん絶対に暴落すると決まったわけじゃないですし、でも暴落したとしてもまた戻ってくる可能性を、まあ、歴史は繰り返すとすれば、どっかでまた底値打って、まあ、戻ってくるよねっていう長期的な目線を持っておけば、下がるほどまあチャンスだよねっていうのを、まあ、忘れないようにしてほしいなっていうのはね、まあ投資の鉄則なんですけど、これが一番むずいんですよ。当事者になると暴落とかマイナス食らってる時が一番辛いんで、この時って冷静でいられないんですよ。メンタル勝負ですね。本当にメンタル勝負で、でもやっぱり過去の事例を見てもらえば、
全て、まあ、世界がですよ、世界が滅亡しない限り悪くなったら世界はまた頑張って戻そうとするわけですよ、ね、いろんな困難を乗り越えてね。でそこを、まあ、歴史を見ると、まあ、それが証明されているので、今回もねすごい株価大暴落ありましたし、今後も株価とかね不動産価格下がる可能性ももちろんありますけど、まあ、チャンスだよねってやっぱそういう目線で見てほしいですよね。ここで、うん、ここ40年間で、うん、株価が大暴落して回復するまでの期間っていうのをポストしている、まあ、猫道さんっていう X のポストがいいですね。あ、そういう投稿してる方がいて、ポストがありまして、ちょっとね引用させていただくんですが、お願いします。まずはブラックマンデー、うん、1987年ですね、はいはいはい、S&P500 の、まあ、暴落の歴史ということで、うん、下落率 34%、うん、ただこれ回復は2年、2年かかったとですね、うん、で次がIT バブル崩壊2000年、うん、ありました。これ下落率 49%、うん、これ回復7年割っておりまして、うん、で次が2008年のリーマンショック、うん、これ下落率 56% 過去最大と、うん、でこれが4年ですね。で直近が2020年のコロナショックで、うん、下落率 33.9% で回復が5ヶ月、めちゃめちゃ早かったね。めちゃめちゃ早かったです、うん、だからこの IT バブル以外は上がりやすい、まあ、うん、4年以内ぐらいで、うん、まあ、戻っているということなので、うん、まあ、長期目線でこう見ていくっていうのが、うん、心を落ち着かせるのが大事ですね。結局全部多少早い遅いはありますけどね、うん、こういうふうに、まあ、今まさにいい例ですよね。歴史的にこういうことを繰り返してるっていうことなので、もちろんね何ヶ月か何年かでね戻るか確約はないんですよ、分かんないけど、でも基本的にこの大暴落が来た後下がったものは上がる、ね、上がったものは下がるっていうのを繰り返しているんですよ。これ株価も不動産も基本的にはこういう考え方、特に株の方が顕著ですけどね。で不動産の方が総じて強いっていうのはやっぱり思ってて、まあ、今ね言ってくれたようなこのリーマンショックとかコロナショックの時に不動産の価格ってやっぱり影響一瞬下がったりの影響あるんだけど、まあ、結果を振り返ってみると、もうどの投資対象、どの資産運用メソッドの中でも比べても不動産がもう最強だなってやっぱ思ってるわけですよ。全然なんかそのリーマンショックとコロナショック、僕両方とも不動産投資やりながら経験していますけど、大した影響なかったですもんね正直。なんでかというと家賃が入ってくるし、家賃が下がったかっていうのは全く下がりませんから、ね、確かにリーマンショックで家賃下がるとかないですもん、ね、ないですよ。リーマンショックとかコロナショックで家賃下げてください、家賃半減してくださいって言われませんから、全然その家賃は下がらないし、で不動産価格が多少下がっても結局また戻ってきて、戻るどころかめちゃくちゃ上がってきてるわけですよ。だから今回もね、家賃が下がることありますかって言ったら、まあ考えにくいですよ。特に資産価値の残っているいい場所に買うっていうね、レアの富裕層研究所の方針がありますけど、そういう高立地なエリアで物件買ってる皆さんの、じゃあ家賃が今下がりますかって言ったら、まあ考えにくいですね。まあ全然下がることはないです。スカスカなアパートぐらいですよね。そうそう、郊外のそうアパートとか賃貸住宅がないよねっていうエリアは確かにね、家賃下落のリスクが今もありますし、なんとかショックが来た時にねリスクは来ますけど、物件の選定さえ間違わなければ家賃の下落のリスクもないですし、不動産価格が下がったら買いのチャンスなだけで利回り、いい利回り買えますからね。今がチャンスというか、ライバルもちょっと身動き取れない人もいますよね。だからいや多いですよ、少なくなってるから、そう身動き取れない人増えますからこれから、うん、怖いな、ここで動ける人が勝つと、うん、いや本当その通りで、何もしない方がいいってなりますから、もうどうですか9割ぐらいの人間はそういう心理ですよね。だからもちろん無理したらリスク取りすぎなくていいんですけどね、あくまでも自分が取れるリスク、ね、自分が決めた物件選定条件、ね、これをクリアしてて取れるリスクだったら、今だろうが未来、価格が下がった未来だろうが価格が上がった未来だろうが基本的には買っていくっていうことですよ。で、まあ、大暴落した時がもし来てくれたならば来てくれたならもはやチャンスだなっていう感覚は持ってほしいなと。これも不動産以外の下振りでも同じですけどね。はい、ここは皆さん逆にこの今回の金利上昇のね、日銀の金利上げをあまりネガティブに捉えすぎない方がいいかなっていうのは、まあ僕としては思いますよね。ここで動こうと決断された方はぜひ、はい、LINE で、はい、LINE 登録していただいて、ぜひ相談ください、はい、概要欄にですね、私の公式 LINE が
ありますので、まあ、今回の利上げの一件についてでもそうですし、あの不動産投資ちょっと今やりたいんだよねっていうねご相談増えてますが、無料面談受け付けてますのでね、面談希望ってメッセージいただけたらと思いますし、あとあの無料勉強会もですね大変好評いただいていて、定期的に開催していくことになってますので、このスケジュールも LINE でお知らせしてますんでね、ぜひ LINE 登録ください。あとあの令和と漢字2文字メッセージ送っていただきますと、概要欄に載っている4つの不動産投資や資産運営に関するレポートをプレゼントしてますので、そちらもぜひ受け取っていただきたいと思いますので、チェックしてみてください。ということで今回は、日銀の金利、ね、上げたっていう話についてね、ちょっと個人的な偏った意見でもありましたけど、お話をさせていただきました。なんないとね、またご相談いただければと思いますので、LINE でのご連絡お待ちしております。ありがとうございました。